皆さんこんにちは。 IB ミュージックスクール福島校ピアノ講師のあみです。今日はチューリップが咲いたを両手でチャレンジしてみたいと思います。それではやってみましょう。はい、それではチューリップが咲いた簡単バージョン、一度お手本で弾いてみたいと思います。それでは右手から早速やってみたいと思います。まず前回のおさらい、指の数字ですね、 1,2,3,4,5 となっております。まず基本のドのところに親指を置いて、そこから 1,2,3,4,5 ドレミファソの場所に指を置いていきます。そして今回使う音、ドレミソラの音を使うようになります。基本的にドレミファソ、これが 1,2,3,4,5 で押さえます。そして今回出てくるラの音、こちら小指で弾いていきたいと思います。それでは最初から指番号でやっていきたいと思います。 1,2,3,1,2,3,1,5,3,2,1,2,3,1,5,5,5,5,5,3,3,2,2,1 という感じになっています。それではポイントを含めながらもう一度やってみたいと思います。 1,2,3,1,2,3,5,3,2,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 で、ここ次のところちょっと小指が連続するようになります。5,5,3,5で、次隣ちょっと移動して5,5で、またすぐ移動して5で、最後は3,3,2,2,1。はい、という指の順番になっています。それでは右手ラストもう一回やってみたいと思います。感じになっています。それでは合わせる左手やっていきたいと思います。左手も同じように 1,2,3,4,5 これを小指がどの位置に来るようにして並べていきます。左手使う音はなんとドとシとファのみになっております。小指がド、あとシも小指使って、ファは人差し指2番ですね。それでは左手のみやっていきたいと思います。5,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 
指、小指ですね。それでポイントが、ドとシのところを小指で行ったり来たりするので、そこの移動だけ気をつけてください。それでは今のを踏まえ、最後もう一回両手で弾いてみたいと思います。咲いたやっていきました。これが例えば左手が和音になった時変わりますね。あと例えばちょっと動きが入った場合、違う曲のような感じで聞こえると思います。なのでまずは今日やった両手のバージョンから少しずつレベルアップしていくといいと思います。ぜひこの動画を見て一緒に練習してみてください。はい、いかがでしたでしょうか。ピアノ両手で弾くの難しそうだなって思ってる方もいたかもしれませんが、片手ずつ練習したり少しずつやっていけば必ず両手で弾けるようになります。好きな曲から練習してみてください。 IB ミュージックスクール福島校ピアノレッスンは日曜日に開講しております。初心者ももちろん大歓迎。楽譜が読めない方、ピアノ今まで弾いたことがない方、もちろん大人になってからピアノを始めたくなった方など、それぞれのスタイルに合ったレッスンをしていきます。ぜひ一緒にピアノを始めましょう。まずは無料体験からお気軽にお問い合わせください。リマチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。